吉田さん、こんばんは。まあ、久保哲郎に嫉妬しているというのと同じように、私もね、吉田さんに、まあ、ある意味嫉妬しているところはありますよね。まあ、だから負けず嫌いっていうところに来るんだと思うんですよ。もうすでにこの嫉妬がなければ負けず嫌いって感情も起きないですよね。やっぱやきもち焼くんですよね。あ、ドリームアカデミーは人気だな、すごいな、よし負けるもんかみたいな感じになるわけなんですよ。で、私はね、一瞬で一時的なものをこうやってつないでやってきてるって言い方しますけども、私にとってみて、こう考えてください。3年で FX が勝てるようになったのも私にとってみたら一瞬なんですよ。こんなね、 FX で勝てるようになるのって10年かけてもいいぐらいのことで思ってたんですよ。なのにまあ3年、実質的にはもう2年目から利益出てるんですよね。こんなに一瞬でできることってないなと思いました。だからね、私はね、いや FX ものにするのに3年かかったよみたいなね、もったいぶった言い方は全然わかんないっていうかね、いや3年でこんなことになるんだったら一瞬だなとかね。一番最初アフィリエイトで3年ぐらいで1億3800万を突破した時っていうのも、うわ早い、一瞬だと思ったわけですよ。いや3年は一瞬でしょ。うん、吉谷さんもね、多分これは分かってくださると思うんですけども、3年で1億っていうものを突破できるとしたら、こんなに早い稼ぎ方ないと思うんですよ。別に月収1000万とか2000万なんてのはありますけども、そういうの、そういう奇跡ではなくてね、そういうことではなくて、3年で1億じゃなくてもね、3年で3000万でもすごいと思いません？いや、それがね、3000万稼ぐのに5年かかってもすごいことだと思うんですよ。私は年間600万でしょ。いや、これはすごい速い速度で稼いでると思いますんで、十分ビジネスのセンスはあると思いますし、逆に言うと3000万稼ぐのに、例えば5年かける価値はあると思うんですよ、と思いますけどもね。で、吉田さんはね、似たようなこと言われてます。動画1万本撮ってスタートラインみたいなこと言ってましたよね。で、1万本なんて多分ね、作った人に言わせたら、いや1万本大変だったよみたいな言い方するんですけども、私は吉谷さんは1万本なんてまだね、スタートラインにも立ってないみたいな感覚なんですよ。だからこの時間感覚が、やっぱりこう結果を出す人と諦めやすい人とこんだけ違うってことなんですよね。で、今回持続化給付金の書類を書いたとかなんとかって言いますけども、この持続化給付金のお金を受け取るにも実はね、時間をかけてるんですよ、ある程度。というのが、持続化給付金っていうのが誰に当てはまるかっていうことを見抜けるかってことなんですよね。持続化給付金っていうのが始まった時に、私はその情報が入った日に、これ俺使えるぞ、速稼塾の生徒ほとんど使えるぞっていうふうに考えて、それをどういうふうに分かっていただくかっていう解釈の動画も毎日作ってるんですよ。で、これっていうのは、それに気づけるかっていうセンスは1日2日で身につくんじゃなくて、今までの気づこうとするような瞬間瞬間の積み重ねが、こういったチャンスに気づける自分を作ってるんですよね。で、もう一つ、書類の書き方です。私は書類の書き方上手です。はっきり言ってどんな書類も攻略して結果を引き出します。だから書き物って好きなんですよね。ライティングスキルと言ってもいいかもしれませんけども、この書類を読んだ人を私の意のままに操るようなこの書き方っていうのをね、マスターしてるわけなんですよ。じゃあこれは一瞬でそうなったかって、そうではないです。極端な話言えば、もしかしたら中学高校の頃から始まってるのかもしれませんし、私が圧倒的に力をつけたのは、大学入試の時の小論文の書き方ですよね。これを代々木ゼミナールで教わって、あ、こういう風な日本語を並べたら読む人をその気にさせて合格ってさせるのかっていう風な、文章の攻略方法をその頃から意識してたんですよ。で、それは大学に入って卒業論文書く時も同じですし、こう会社の中でね、倫理書を通す時も一緒です。上司を説得するためのこう書類も同じです。全てね、どういうふうに伝えるかってことを今まで積み重ねていって、それが成功例失敗例を繰り返していく中で、多分こういうふうに書いたら読んだ人は断れないだろうみたいなね、そんな文章が書けるようになったのが、今持続化給付金の書類を提出するってところにも生きてるんですよ。まあ、ですんで、書類を書くのが苦手な人って、せっかくチャンスに気づけても書き方が分かんなくて挫折したりとか、いつまで経ってもキャンセルを食らうんですよ。で、だから私はサポートするんですよね。こういう書き方だったら通りやすいんじゃないですか、あなたの状況だったらここはこういうふうな書き方をしちゃダメですよっていうようなアドバイスをすると、あ、本当だ、久保さん通りました、もらいましたみたいになるんですよね。だからチャンスに気づくこと、そのチャンスを使うためにどういうふうな言葉を並べるかってこと、この2つだけでも一瞬でやってるようであって、たった1枚の紙切れを書いてるようであって、これは私の10年の積み重ねがたった1枚の紙切れを30分で書くというところに結びつけてるんですよね。
で、それがだからいろんなところで生きてくるんですよ。アフィリエイトがなんで私うまくいったかっていうと、私は何気なく書いてるような文章でも、多分そのライティングスキルを鍛えてない人とか、文章によって人を説得したり攻略したことがない人にとってみたら、まか不思議なライティングスキルなんですよね。でも私は今までの人生で当たり前のように文章で人を説得するってことを繰り返したりとか、文章で部下を意のままに操るとかね、文章で取引先を自分の有利なようにね、自分の会社の有利なようにこう変えてきたってことを考えると、持続化給付金のペーパーを書くことぐらい簡単なんですよね。しかもこれはちゃんと書けばもらえて返さなくていいという、いわゆる書くビジネスだっていうことも言えるんですよ、ね、でしかも粗利は 100% なわけですよね。じゃあ商品を作って販売する、それも確かに重要なこと、それもやった方がいいと思います。でも私は結果的にお金さえ入れば、はっきり言って どっちでもいいわけですし、お金を塾生さんに稼がせられるんだったら、それが何にもしてなくてお金を稼ごうが、何か一生懸命して稼ごうが、どっちでもいいわけなんですよ。というのが、どんなに稼げる方法も終わるんですよね。どんなに苦労して稼げる方法も、月が変わったらまた売らないといけないんですよ。だから一瞬の積み重ねっていう意味で言ったら、売れる商品も一瞬で飽和するし、売れない商品も一瞬で飽和するし、一緒なんではないかなと思うんですよ。で、電子書籍のバブルも一瞬なんですよね。アフィリエイトのバブルも一瞬と、FX のバブルももしかしたら一瞬かもしれませんし、じゃあ商品を作ってコンテンツ販売するみたいなのも、これもね、じゃあ未来永劫その力が通用するかって言ったら、何とも言えないですね。私たちはビジネスの世界で、思いもかけないことっていうのを何回も経験してるんで、これがあれば確実に大丈夫っていうのも、私はねそんなに当てにしてないんですよ。YouTube っていうのがありますけども、じゃあ YouTube のね、広告収入が今までのと同じように来年も3年後も5年後も出るかってことを私は当てにしてないし、 YouTube の広告収入はね、どっかで今の100分の1ぐらいになるんではないかなってことも考えてるんですよ。ですんで YouTube の広告収入にも依存しませんし、もう一つね、動画の中でセールスをしていいのかどうかっていう規約も変わるかもしれませんから、じゃあ動画の中でセールスをするような動画を作ったらアカウントが停止されるみたいなことも考えてるわけなんですよね。だから YouTube さえあれば大丈夫とすら思ってないわけなんですよ。ただ YouTube も一瞬だろうとは思ってるんですよ。その一瞬っていうのが3あと3年なのか5年なのか10年なのか30年なのかわからないけども、いつ YouTube の中で商売してもいいよっていうのが終わるかどうかっていうのは、私はね、本当明日終わってもいいような感覚でやってますよね。そんなこともありましてね、やっぱりいろいろ用心してるってことなんですよ。で、今まで私が手にしたものが明日急に差し押さえられてパーになるってことも覚悟してるんですよね。そういう意味を考えると、私がね、平和公園でホームレスしてたその時の度胸の座り方っていうのも、今私を支えてくれてるのかなと思いますよね。はい、いろいろと申し上げましたけども、結論としてですね、言えば、いや、吉谷さんはやっぱりね、私は吉谷さんを見習っていかないといけないなと改めて思うところと、自分の力っていうのは永遠ではなくて、いつかそれがね、自分の怠惰によって失われるか、他の人が自分よりも優れた存在となって相対的に無力化されるか、そんなに私も自分の力にね依存していないんですよ。自分の実力に依存してないってことです。ですので自分の力がなくても困らないように、自動的な収入、わけのわかんないけども報酬になっていくってものも一部採用してもいいんではないかなと私は思ってるんですよね。常に自分が最大限全知全能を注がなければお金が入んないようなもの、だから自分の能力に依存するってことすら私はねしない方がいいかなと思うんですよ。自分の能力は衰えるんで、で自分のモチベーションももしかしたら理由もなく失われるかもしれないんですよね。新しいビジネスやっていくぞってモチベーションがあればいいんですけども、それが失われた時って、じゃあもう打つてないじゃんみたいな、自分依存してたら自分が当てにならなくなった時ってどうするんやみたいなことになるんで、他者依存の余地も残しておくとかね、もう究極誰かに養ってもらう選択をするとか、吉谷さんは国は永遠に助けてくれないって言いますけど、私は生活保護っていう方法もあると思うんですよ。今ならもうこれからなくなるかもしれませんので、だから何の打つでもない方は、私は生活保護でいいんじゃないですかっていうふうな回答をねすぐ出すことにしてるんですよね。まあビジネスにも私は真摯でいたいと思うんですけども、ビジネスをそれほど絶対視してないっていうことも言えるかなと思います。何が起こるか分かんない世の中ですからね。じゃあ本日はこんなところでございますね。失礼します。